皆さんいかがお過ごしでしょうか。天童です。今回は波動の高い人低い人をそれぞれ対比しながらですね、どういうあり方が良いのかについて9つの点で考察を交えて作成してみましたので、ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。それでは早速始めていきます。1つ目、ニュートラルな思考と態度。波動が高い人は日常の出来事に対して振り回されることがなく、起きている出来事に対して感謝の気持ちを持っていますね。一般的に困難な出来事であっても、淡々とそういった出来事に向き合うことができ、自身のその出来事を鏡として捉え、学びと成長のチャンスに変えてしまいます。一般的に波動が高い人については、日常の出来事に対してポジティブな転換が行われることになりますが、これはある程度の状態までで終焉を迎えると感じています。波動が高まり、冷静が高まっていくにつれて、ポジティブな流れからニュートラルな状態に変化していきます。逆に波動が低い人は日常の出来事に対してネガティブ思考と批判的な態度になってきます。物事に対してネガティブで悲観的に捉えやすくなってくるんですね。小さな問題でもマイナスに感じやすく、心の中で不満や批判が多くなる傾向がございます。2つ目、他者に対する慈愛の精神について。他人に対しての慈愛の精神を持ち、ある程度の波動の上昇では他人の気持ちや考えを理解し共感を示しますね。ただ最終的には共感というより、全ての存在を慈しむ気持ちで他人を思いやり、その人に合った形でサポートしようとする気持ちに転換していきます。逆に波動の低い人は他者への共感が乏しく、自己中心的で他人の気持ちに共感することが少なくなり、自身の考えを優先しがちです。他者への思いやりに欠けるため、人間関係で誤解や摩擦が生じやすいですね。3つ目です。直感力やインスピレーションレベルが高いです。波動が高い人は直感やインスピレーションが鋭く、周囲のエネルギーや雰囲気に敏感になります。そのため物事を深く理解したり、自分に必要な方向性が見えやすかったりします。不思議なことに波動が高くなるにつれて、感情的な反応や論理的な思考から自然に抜けていき、目に見えない世界を直感的に捉えて、人間個人が感じるレベルではない宇宙とのつながりを感じ始め、物事をいわゆる直感やインスピレーションによって得ていきます。例えば突然のひらめきや出来事からのインスピレーションによって行動が行われていくということになります。波動が低い状態ですと、周囲のエネルギーに敏感になって物事の流れやチャンスを感じ取りにくい傾向があります。結果として思い切った行動も取りにくくなり、消極的な行動が目立ちます。4つ目、自分を受け入れ自立している。自分の価値を理解し、ありのままの自分を愛することができるため、他者に依存せず自信を持って生きることができます。自分を愛し受け入れることを通じて、生きとし生けるものの存在を受け入れており、愛しており、小さな生命を含めて自然界を美しむ傾向があります。自らで人生を育んでいくことを自覚しており、周りの影響を受けるというよりも周りへのプラスの影響を与える方が強いです。逆に波動が低い状態だと自分に自信が持てず、自分自身を否定的に見がちです。過度に他人と自分を比較し、自己評価が低いまま固定化しやすいですね。周りへの影響を受けやすく、自分で何かを判断するより周りの意見で物事を判断してしまいます。5つ目、心の平穏と安心感。外部の出来事や環境に大きく左右されず、心が安定しています。ストレスや不安があっても、それに対して冷静に対処する力があるため、落ち着いて行動できることが多いです。はじめは良いと感じたことに対して心が躍ったりすることから始まり、最終的にはどんな時にでも穏やかに対処が可能になってきます。波動が低い人は環境や周りの人に影響されやすく、精神的に落ち着きがないです。ストレスや不安を溜め込みやすく、安定感を失いやすい傾向があります。6、自然とのつながりを感じやすい。波動が高い人は人混みをあまり好まず、自然の中にいると心がリラックスし、自分が自然の一部であると感じやすい傾向があります。散歩や自然との触れ合いをエネルギーの充電として活用しています。波動が低い人は自然の中よりも一
人混みを好きになる傾向があります。ですから自然の中にいても心が癒されにくく、リラックスを感じにくいことが多いです。自然との触れ合いでエネルギーが得られにくい体質になっています。7つ目、感謝と謙虚さを持っている。日常の小さな出来事や周囲の人々への感謝の気持ちを持っており、謙虚な姿勢を保ちます。これにより周囲との調和が取れ、良い関係が築きやすくなります。一方、波動が低い人は感謝の気持ちが薄く不満が多いです。日々の出来事に感謝を感じにくく、代わりに不平や不満を抱きがちです。周囲の好意や支援を当然のこととして捉える傾向があり、人間関係で摩擦が生じやすくなります。8つ目、創造性や独創性が豊かについて。波動が高い人はクリエイティブなエネルギーに満ちており、新しいアイデアや表現方法が湧きやすいです。心が開かれているために自然に訪れるもので、あらゆる出来事からヒントを得ており、日常生活や仕事の中でも生かされていきます。波動が低い人は新しいアイデアや視点が浮かびにくく、全般的にクリエイティブというより受け身で消極的です。こういった状況によって物事に対して柔軟な対応が難しいです。また新しいことに挑戦する意欲が湧きにくく、行動を固定化しがちです。9つ目、心身のエネルギーが高く、やる気に満ちていて活動的です。波動が高いと無限にあふれるがごとくパワフルで、決断が早く、すぐに行動に移すことができます。日常の中では、眠るまではずっとパワフルな状態が続いている方が多いですね。逆に波動が低い人は心身ともにエネルギーが低く、無気力で疲れやすい傾向があります。日常の小さなことでもエネルギーが消耗し、無気力感が続くことが多いですね。体力が低下しやすく、長時間の活動や集中が難しくなる傾向があります。以上、9つをお話しさせていただきました。ここからがまとめになります。これらの波動が高い人の特徴を持つ人は、自分自身だけではなく、周りの人々にもポジティブな影響を与えることが多く、波動が高い人を別名、ライトワーカーと呼んだりすることもあります。集合意識の観点から言えば、波動が高い人が増えることによって、より良い世界を構築することができる可能性が高まってくることがわかると思います。皆さんもですね、ぜひ高い波動で世界を照らし続けていけると良いなと私は感じています。以上です。皆さんいかがでしたでしょうか。波動が高い人の側面と低い人の側面、これが、それぞれ人によって割合が違うと思いますが、ぜひですね、波動が高い側面を持って日々を過ごしてもらいたいなと思います。もしよろしければチャンネル登録で応援をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。天童でした。